ガッツ。ガッツ。ガッツ。はい、振ります。優勝だな。優勝。はい。すみません、取ります。にっこり、お願いします。行きます。九州南部地区で来られるインターハイに来まして、団体戦で優勝したサッカー、卓球の男女、テニスの男子、レスリング、この5つの部に加えまして、個人戦で柔道女子。精一杯戦って、秋田市、秋田県の小学生や中学生に夢や希望を与えられるようなそういう熱いゲームをすることをここでお約束させてもらいたいと思います。さまざまな経験を積み、さまざまな課題を見つけることができました。その課題を今後少ない時間でしっかりと改善していき、7月27日の2回戦で勝利するための準備をチーム一丸となって行っていきたいと思っています。私たち男子卓球部は8月15日から鹿児島県で行われるインターハイに出場します。インターハイは名の知れた強豪校ばかりですが、最後の1点が決まるまで絶対に気を抜かず試合をし、そして一つでも多く勝てるように頑張ります。はい、続いて、女子卓球部主将川上静香さんです。はい、私たち女子秋田商業の女子卓球部は鹿児島県で行われるインターハイに出場してきます。目標は団体戦でベスト8に入ることです。私たち男子テニス部は8月1日から宮崎県で行われるインターハイに出場してきます。私たちはたくさんの人の支えがあり、これまで全国で戦うための準備をしてきました。その努力の成果を全国の壁にすべてぶつけていきたいと思います。はい、最後になりますが、レスリング主将田村拓人君です。はい、私たちレスリング部は7月29日から熊本県玉名市で行われるインターハイに出場してきます。チーム一丸となって日本一を目指して戦ってきます。日頃の練習の成果、訓練の成果をいかんなく発揮して頑張ってきていただきたいなと思います。素晴らしい思い出、あるいはさらなる飛躍のきっかけになれるように